シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロが起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあまずは、これ来週の日曜日からですね。はい、はいはい。まずは火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。はい、はいはい。思いを現実化する時です。はい、来ましたね。答えにしてください。お、具体的なビジョンを持ってね、うん、今何かを始めようとしている人、明確な言葉とともに新しいポジションのオファーが来たら受け入れてください、はい、すぐにではなくてもやりたいことへの第一歩になる可能性がありますよって。なるほど。歌ってねなんて言われたらはいって言わなきゃいけないってことですね。それは断りなさい。マネジメントのこちらが断る。そして地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、山羊座。はい、目覚めと決断、迷いを断ち切る。知らない、気づかないは眠っているのと同じですよ。そこのあなた、あなた。学べろ。はい、気がつけと。お二人いらっしゃいますね。そうですね、はい。目覚めることを決断しましょう。ということですね。はい、はい、そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座。はい、はい。直感と行動力のバランス、勝利です。直感のひらめきを得て、それを地上に下ろす。はっきりしたビジョンを描き、行動に移してください。ためらっている暇などありませんよ。いきましょうね、はい。はい。そして水のグループ、感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。破壊と再生のエネルギー、感情の表現、大切な時ですよ。よーく確かめて、起きていることの根源を追いましょう。バラバラのピースがつながる時です。はい。ですね。はい。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。お急ぎ。さあクリスタルがお届けする音楽番組は毎週金曜日の11時から12時、イレブンクリスタル、ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。番組への参加リクエストなどは Facebook ページで募集しています。クリスタルレインボークラブページへアクセス、または君ホームページからでもつながります。次の番組はレディオジュークボックス、 DJ キノポップさんの登場です。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽の魔法があなたの人生のお供をします。イレブンクリスタル、また来週。お疲れ様でした。はい、今日ですか。はい、まあ、初回でしたね。よかった、逆に変な感覚ものじゃなくてっていう。やめてごらん。今日ですね、この世の中には変な看板ってありますよね。みたいな、あるじゃないですか。飲めよ。まあ、そこはあの僕のがコーナーが先なので、あと合わせてくれ。そうそう、2回おり、2回おり。あ、今出しました。ありがとうございます。初めて知りました。初めての調子だったんで。アドレス
かなって思ったらやっぱりよかったいいかなと思ったので、はい、あだったらじゃあ2つに分けないとダメです。そうですよね、はい、オーディオ CD ってやり方すると多分大丈夫だと思うんですよね。本当ですか、うん、オーディオ CD の焼き方とデータの焼き方とちょい違うんですよ、ね、厳密に焼くっていう技術を持ってるんです。意思を持ってないです、ね、多分ある、あるはずだ。はい、すごい持ってたんですけど、そこまで1000枚ぐらい持ってたんですね。全部断捨離で、断捨離、いつ断捨離したんですか。実は4年5年前ぐらいですね。それやらそう、要は固執しちゃうんですよ。そればっかりやっぱ聞いちゃうし、いやビートルズだとずっとやっぱりビートルズばっかり聞いちゃうし、そのなんだろう、あとはそのよく言いがちですけど、この音楽いいじゃんってどの人にも聞いなんていうんですか、若い世代にもそれをこう言いたがるってことあるじゃないですか、自分の現代圏としてあるので、やっぱり一個も常にこう固執しちゃうので、逆にもう持たない方がいいんじゃないかなって考えてやめちゃった。でもやっぱり固執しちゃうんですけどね、時代はですよね。結局そこに戻ってきたよ、戻っちゃうんですよ。逆にリアリティがある。ケミさんどうしたんですか。あ、ちょっとあの犬何ヶ月くらいなんですか。まだ2、3ヶ月ぐらい。2、3ヶ月くらい。へぇ、すごい。お待ちしております。やっぱ昭和生まれとは言ったって、昭和生まれってね、こうあるじゃないですか。ちょっと先に写真撮っておいてみますね。はい、深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩に。あんこね、わんことあんこって、あ、いいですね。何も知らずしわんことあんこって、ね、すごいいい写真だよ。すいません、銭湯に行こう。だって派手だと言ってみたい。はい、行きます。はい、じゃあ寄ります。はい、チーズ。お願いします。ちょっとギャップにしてみます。おじいさんが一人入ってギャップ、ギャップ。ありがとうございました。膝を受けすいません。おはようございます。楽しみだよ。あ、大丈夫。そうだよ。あ、そうだ、ああいうとおり。下げる。あ、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。私の？
んか着てきたな、あんじゅ、コート着てきた。あ、いいのかな。ももさん、いかがでしたか、今日は。いや、結構がっつり言ってましたよ。嫌われてしまえ、そう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 。疲れようとする態度がつかん。結構語録が濃すいんですよね。あそこだけこうなんかこう拾ってなんかこうあれしてたら桃子語録みたいな感じ、濃すいんですよね。実際何歳くらいまで通じる言葉なんですかね、濃すいって。濃すいね、結構このぐらいから上ですよね。あ、通じる言葉、通じる、エリアに、その世代的に通じる言葉だから、50歳くらいの人が濃すいって言葉のなんか意味が通じるかどうか。50歳ぐらいですかね。50歳で濃すいって使うんですかね。俺たちがバンドやってた頃とかよく使ってたけど、濃すいってずる賢いとか、ね、なんか一応おばあちゃんがね、あ、じゃあ結構昔からあるとこあるんですね。関東はあんまり使わないイメージがありますね。薄いっていうところは。石川北ところなのかな。実際ね、先にあそこで待ってていい？いいですよ。あ、じゃあこれ、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。